ガタケットは、新潟県新潟市で開催される、同人誌即売会で、新潟市産業振興センターを主な開催会場としておおむね各月ごとに開催される。また、委託販売、画材販売、印刷などの同人誌関連のサービスを行う、常設店舗ガタケットショップもある。名前の由来は、当初の正式名称、新潟コミックマーケットの略だが、 コミックマーケットとは直接の関係はない。本校ではガタケットとガタケットショップについて記載する。1983年1月8日の第1回開催以来30年以上にわたり新潟市を中心に開催しているオールジャンル導入誌展示即売会。入場時にカタログの提示が義務付けられており、事実上の有料入場制となっている。 サークル参加は直接参加と委託参加があり、委託スペースは番号札による入場制限が行われる。また、委託スペースにはコミティア等の見本紙が置かれることがある。カタログは開催当日にイベント会場で販売され、7日前頃から書店でも販売される。店頭での価格は販売店手数料が加算されるため、イベント会場での販売価格よりも2から300円。 程度高値での販売となる。2000年代に入ってより、ガッタケットの開催間隔は縮まる一方、参加サークル数は減少を示し続けている。最盛期の1999年では、1日開催時で最大で約2000サークルの直接参加があったが、2012年の第121回の開催時には、 最盛期の25%であり、イベント開催の最低ラインである500サークルを確保できない事態となり、坂田文彦代表が参加経験のあるサークルに参加を依頼し、参加申し込み受付期限を延長して、ようやくイベントを実施するに至った。参加サークル数の減少に関しては、イベントの開催頻度を上げすぎたせいではないかという指摘が寄せられている。 2020年に入ると新型コロナの影響もあり参加サークル数はさらに減少し直接参加サークルは最盛期の1割に満たない200サークル以下となっているプチオンディーイベントアニソンライブプラスワン主な企業ブースとしてはイタリア県が弁当等の販売また会場内では画材店が画材の販売を行っているほか 日本アニメ漫画専門学校が出展することがある。1999年11月14日に開催されたガタケット50で声優の関智和と長沢美希を招いてトークイベントを行った。また、100回目の開催となった2008年8月31日のガタケット100では声優の池田周一と古谷徹を招いてトークイベントを行った。 内容は、機動戦士ガンダムについてであり、当日の館内放送では事前に録音した両名のセリフも用いられた。館内放送を用いて流されている BGM は、特段の事情がない限り、毎回正午になると、宇宙大抵号とシグマのテーマ曲、頑張れ。宇宙の戦士がかかる。この、サビ部分に入るクラップを、 会場の参加者で行うパフォーマンスが恒例となっており、通称としてお昼のテーマや昼の儀式などと呼ばれることがあり、これを楽しみにしている参加者も少なくない。第123回や第135回など、新潟県のご当地キャラクターが昼の儀式に参加したこともある。ガタケットショップは有限会社 GSP が運営する同人ショップ。 2019年6月23日閉店。同人誌の委託販売、印刷、画材、コスプレ用品の販売を行っており、店内に同人誌の執筆、作成のための作業ブースや製本機を設置している。ガタケットカタログの販売も行っている。新潟市中央区万代指定ビルボードプレイスに1階ガタケット、ショップはガタケットに関連するコスプレ撮影スタジオ、 2019年6月23日閉鎖。2011年5月3日に開店。日本初ともいえる大型コスプレ撮影スタジオで、床面積は延べ236坪。コスプレ型タケットを開催することもある。新潟市中央区万代市テビルボードプレイスに1階、AB 株式会社、ガタケット第21期決算広告、ABC アシマ春、同人種ハンドブック、久保書店。 1994年1月 P239 ガッタケット公式ホームページより講談社、メールマガジン K キャラメールその21から2002年1 1号よりありがとうございます